日本を美術で現金する修華堂の絵画買取骨董プロの田中でございます。はい、このサザビーズのこれ、なんだ物録がですね、届きました。これね、いつだっけな、ジュライ、ジューン、ジュライ、オーガストだから7月ですね、7月の10日香港でやります。香港7月10日でやるってだってどうなるんですよね。まあ多分ね、何事もないかのようにやるんだろうとは思います。もう10日もう今月10日だよね、もうすぐですよね。香港は死んだと言いながら香港で商売やってるサザビーズはこれから大丈夫になっていくんでしょうか、まあ、分かりませんけど、まあ、オークションぐらいはできると思います。で、まあね、多分ね、いきなり何もかも商売ができなくなるってことはないのかもしれないんで、まあ香港でのオークションっていうのもまあ続いていくんだろうとは思いますね。でもちょっともう本当に来週どうなのか全く分かんないですけどね、来月どうなるのか。まあ、まあアメリカはどこまでこう今後知れてやるのかって、利害関係者もいっぱいいる中でね、どうなるんだろうというところありますけども、それでですね、これあの中国書画のオークションなんですよね。でまあこういうですね、初っ端こういう扇子がいっぱい出ます。扇ですかね。もうね、こういう形のあの書画をですね、まあ何千と持ってるお家が ありまして、私どもで全部買わせていただいたようなこともわりと最近ございました。この中で私どももその扱った、作品としてはですね、まあわりかしどうだろう、この中で言ったらね、まあ、付近ですね。これなんか、これ付近っていう人ですね。で、この、ふ、なんとかっていう、まあ、中国語で言うと、ぷですね。付近とか、ふじゅとかいう人いるんですね。で、こういうのも付近ですね。これもふじゅ。この富士ですね。で、この富なんとかという人は要はですね、皇帝の、まあ、一族なんですよね。愛新覚羅溥儀っていうのがいますね。で、愛新覚羅溥儀は絵はね、多分描かないと思いますけども、まあその親戚筋ですね。まあ清朝が倒れた後ですね、この辺の周りの人が、まあ一部書家になったりとかですね、まあ皇帝といえども、もうその地位を失った後一族っていうのはいろいろと苦労もあるんですけども、まあその新末その何だろう、中国の共産党の中国ではなくて、国民党の中国がまあしばらくあったわけですけども、まあその前後に、活躍したまあ重要な作家としてね、例えば富士は1896年から1963年まあですから、まあまさにこの、清朝から、まあ中華民国、それから中華人民共和国となる過程をですね、まあ、経験した、まあ、近代画家だと思うんですけども、まあ何ていうかしら、まあ非常に絵が巧みでですね、まあ画家として生き抜いた人ですね。これで、ね、富士とかこの付近とかの絵をですね、私もしっかり評価して扱います。で、日本にあるかないかということで言うとですね、日本にはまあ結構あるはずなんですね。実はまあ、中国から流れてきた作品がかつて日本でずっと売られてた時代があってですね、日本にも結構あるはずです。で、例えばこれ、エスティメートも、
この大きな書画なんか15万香港ドルとかね、エスティメートついて出てます。で、まあ、サザビーズ の評価というのもあるんですけども、私どももしっかり評価してですね、買い取りもできますし、まあ、もちろんサザビーズに中継して私どもで、まあ、販売というかですね、オークションに付すとか、まあ、そういうことももちろんできますので、こういう中国書画についてですね、お持ちの方いらっしゃいました。で、また私どもで委託販売というのもできますし、まあ、日本国内でもですね、まあ、販売することはできますので、まあ、やり方いろいろあります。まあ、何より大事なのはですね、作品の品質ですから、まあ、作品1点だけお家になるという場合は大抵はね、複製なものが多いです。で、ほとんど僕らでも見分けますつきにくいぐらいの精巧な複製が非常に多数で回ってます。20世紀ぐらいのものだとほとんどのものには複製があると思ってください。例えばこの彩白石ですけど、まあ、こういうもんでも複製めちゃくちゃあってですね、まあ、1点だけうちに転がってるというと、まあ、大抵複製だと思っていただいて、まあ、7、8割方間違いないと思うんですけど、まあ、ちゃんとコレクションになってる場合ですね、まあ、おじい様とかが10点20点持ってらっしゃるというなれば、まあ、ちゃんとしたものある可能性ありますので、ぜひですね、お問い合わせいただければと思います。動画長くなっちゃったな。ということでよろしくお願いいたします。